時刻は9時40分に間もなくなります FM 大阪からお送りしているマルシェクク毎週水曜日のこの時間はピックマルシェ470万人以上のユーザーを持つソーシャル経済メディアニュースピックスとのコラボレーションで国内外100メディアのニュースのほかニュースピックス編集部が作成するオリジナルの記事を紹介していきます今週もニュースピックスの平山さんにお越しいただきました よろしくお願いいたしますおはようございますよろしくお願いします今日はどんなテーマでいきましょうかはい。今日はですね半導体についてお話しさせていただこうと思っているんですけど半導体を学べば、はい、ニュースが10倍面白くなるはいそうなんです本当に そうなんです、あのー、今日はちょっと半導体の基礎のことをお話しするんですけど、はい、まあ今、世の中でこうアメリカだったり中国だったりというのがいろんな経済的なことをやっていると思うんですけど、うん、そこでキーになっているのが結構半導体と言われる部分が多いんですね。はい、なので半導体を知っているとニュースがまあ10倍面白くなるはずなんですけど、うん、ただこの半導体というのがちょっととっつきにくいと言いますかなんかこう難しいっていうイメージで、はい、どこまで、ね、あのお勉強できるのかなっていうのもありますよね。 今日はですねできるだけ簡単にと思ってるんですけど、はいまあ、身近にすごく使われてるよっていうことがまず分かっていただければいいなと思っていまして,あ教えてください、はいでまあ、あのスマートフォンパソコンゲームとか、うんまあ、いろんなところカメラとかもですねあの身近に半導体っていうのは使われているんですけど、まあ、具体的な名前で言うと、うん、CPU とか、はい、フラッシュメモリーとかっていうのを、まあ、聞いたことはあると思うんですよねこ、うん、ここままでででわかりますすす、はい、大丈夫ですよこの辺全て半導体なんですね。 であのもうちょっと詳しく言うと半導体っていうのはですねそういうあのフラッシュメモリーとか CPU っていう名前のもの以外に物質としても半導体っていうものがあるんですね。うんはい、でこの物質の半導体を使った、えー、と電子回路の部品のことも半導体って言うんですけど、うん、一般的によくニュースとかで言われてる半導体っていうのはあの後に言った物質じゃない電気部品のほうですね。電気回路部品の,、はい、のことを半導体って言われているので、まあ、今日はその部分をあの説明していこうと思うんですけど。 まずですね半導体のちょっと物質のことをちょっとだけ触っておくと,えっと半導体っていう名前なんですけどあの絶縁体って聞いたことあると思うんですけどこの電気を通さないものはいでっていうのがあってガラスとかそうですねあとダイヤモンドとかもそうですね電気を通さないと言われているんですけどとあと,えっと電気を通すものですね銀とか銅とか電気通しますねこれ導体っていうんですね。 で、この真ん中にあるのを半導体って言っては,<ー>はい。あの聞いたことある？名前で言うとシリコンですね、はい、が、半導体と言われるものなんですけど、これだから半導体っていうのはオンオフで電気を流したり、流さなかったりできるっていう。中間にあるので半導体っていう名前になっているんですね。絶縁体と胴体の間真ん中、はい、<ー>が半導体ですね。はい、はい、で、もう少し機能的なものとまあものを合わせてちょっとお話しすると、まずあの機能的に。 電気を整えるっていう交換するっていう機能がありましてそれを使ったものがあの身近にあるもので言うとあのパソコンの充電する時とかにコンセントに挿してパソコンまでのこの線の間に四角い黒いボックスがあったりすると思うんですよね充電器の時に。とかあと iPhone とかだと一番最初はちょっとボコってでかいやつになったりすると思うんですよねあ。あ 実はコンセントの外側から来てる電流っていうのは交流なんですね、はい、電気がでそれをパソコンに充電するには直流の電気に変えないといけないんですよあそこで変換してるんだ、はい、その変換してるのが半導体ほ<ー>なんで皆さんがいろんなものを充電するときに結構使っている、はい、っていうのがまず一つですねほぼ皆さん毎日手にしてますね売れてますね、はい、なんでこんなでかいのが途中についてるんだろうと思う、うん、多分テレビのコンセントとかも途中についてると思うんですけ、ね、どありますあります、はい、なんかでかでいいボコっていう、はい まっすぐの線だけでいいのにと思っていながらついているのはあれは電気を途中で変えてくれている。そう、ねはい、なのでそういう役割を果たしているとかまず一つ目の半導体の役割ですね。うん、で二つ目がえっ、ー、と電気光エネルギーを相互に変換する特性。でこれがですねえっ、ー、とわかりやすく言うとですねえっ、ー、と太陽電池のソーラーパネルの表面って表面というかその 中は、まあ、半導体できてるんですけど、うん、光が半導体に当たることによって半導体がそれを電気に変えてくれてるんですよ。お 半導体様々ですねなです。なので光とかあとす風力とか水力とかでもできた電気が半導体を通してえっと普通の電気になったりとか、まああの交流を直流に変えたりとか直流交流に変えたり形をしているというのが半導体ですね、うんあ。あの風力発電の中にも入ってるんですね。そうですね。はい入ってますね。はい。あとですねあの短いところで LED 照明ってよく最近いろんなところに使うと思うんですけど、はい、これはえっと半導体に電気を通すことで 光光にに変変ええて,ているるう逆の形ですね電気を光に変えるさっきは光を電気に変えてましたけどうん、うん、電気が通ったことによって光に変えることで LED 電気が光っているっていう,うー LED になって、ね、照明も明るくなりますし、はい、そうなんですよ持ちますももんね何よりも、はい、だそういう変換をしているところも半導体の役割、はい、で僕たちはこう LED 電気を使えているというところですねで3つ目が えと光や物質物理的情報をデジタル情報に変換する<ん>まあこれまたややこしいんですけど光をえとデジタル情報に変えるっていうところでいうとカメラですねカメラの中には光が入ってきたものを色に変えないといけないんですけど、うん、そこのの間を役割すするのが半導体<ー>ですねだから iPhone とかにもカメラ入ってるんですけど、はい、あのちっちゃいレンズだけじゃないですか。 その裏に半導体が入ったものがあって、うん、それが外側の光をデジタル信号に変えて色に変えてくれてるとい瞬時に変えてくれてるわけです、はい、こんなちっちゃい中に入ってるんですねなです半導体、はい、そういう役割をしているというところが一つですねあと意外かもしれないですけど体重計もありまして半導体にこう重さがかかって歪むことによって、はい、その歪みを電子信号に変えて体重を測っているというか。 形になるんですねえ体重計って乗るじゃないですか、はい、そのだから圧力がかかって反応するんですかそうすると、はい、歪みますよねものって、うん、その歪みをデータに変えて体重として表示しているとすごいな、はい、そうなんです <laughs> そこら辺も半導体が役立っているで最後に、えー、と計算するデータを保存するという話なんですけど多分これが一番ねよく、はい 耳にするところで、まあ、最初に言いましたけど、うん、まあメモリーだったりとか CPU というところですね、はい、で半導体自体は電気を通すスイッチの役割を持っていて、うん、まあ通ったら1通ってない時は0っていう1と0を持ってるんですね、うん、これよくあの電子の世界で1と0の二進数で進んでるってよく話があると思うんです101010を組み合わせて数字を作ってるんです。 けど、それがまあ電気が通る通らないで判断しているという<ー>ところなんですね。で、それで計算したりとか記憶したりっていうことをしている。はい、保存するんですね、デ、はい、タを。で、まず一つ目ですね。えっ、ー、とまず計算する方、まああの演算とも言われますけど、うん、計算する方で言うと、CPU とか GPU っていうのがパソコンとかスマホに入っているんですね。はい、ここわかりますよ。はい、ありますよね。うん、CPU なんかよく聞きますよね。プロセッサー、処理とかいう、はいろすご、はいシーンをやってますね。はい。はい CPU はその計算能力の方です、うん、半導体の,きの,あの性能でいうと計算する能力ですね。ここで、えー、CPU っていうプロセッサーを使って計算しているっていうのが半導体の計算する役割です。うん、で CPU とあと GPU って最近あるんですけど、はい、GPU の方が処理速度が速いんですけど<ー>あの今までだったら CPU で良かったんです全部。うん、ただ今って例えばゲームってすごいグラフィック綺麗ですよね。そうですねと、はい、とかあと 自動運転の時に画像処理とかする時って時間も早くやっぱり計算しないと事故になりますからっていう時にもっと演算速度が速いものが必要っていうことで GPU というのが出てきたというじゃあ車の中にももちろん入って入ってますね自動運転とかは GPU がやっているというところですねなんでそういうところに計算速度と計算をする機能として半導体がまあパソコンの中に入っていますよとでもう一つですね記憶するところですねこれがですねただ記憶が2つありまして 消せる記憶と消えない記憶。どっちも怖いで,す、ねはい、であの <laughs> パソコンの中でずっと記録が溜まっていくとメモリーいっぱいになっちゃいますよね。なります。はい、なのであの溜めておく記録するものと、うんまあ、いったちょっと例えばそのテーブルで計算するメモみたいなものですねうん、うん、メモってすぐ捨て,捨てちゃいますよね、はい、そういう記録と、まあ、電源が入っている時だけ記録しているものと、うん、電源切ってもずっと残ってる記録。うん この2つのつ特性を持っていましなので,でその前の,その捨てちゃっていいもの電源切れていいものがよく d ラムって言われるものなんですけどこれちょっとなかなか聞いたことないかもしれないですけど d ラムっていうメモリーがあります、はい、これもあのよくスマホとかにも入っていてまあだから一旦計算するときにちょっとメモ代わりに使ったりとか会議室にあるホワイトボードですよね会議やってる時は書くけど、はい、会議やったら消しますよね、はい、と一緒の機能を持っている d ラムという半導体が入っていますこれが記録の中の一つです。 でもう一つはもうずっと覚えておいてくださいねっていうやつですね。うん、忘れないでねっていう。はい。だからこのえっ、ー、とメモリよくフラッシュメモリと言われるやつですね。はい、これがだから容量が多ければ多いほどたくさん記憶できるということは、うん、まあスマホとかで言うと写真がたくさん保存できますということです、うん。その分お値段もかかります。そうですね。なのでここの記録のところに使われているのも半導体です。うんっていうところでなのでこうパソコンの中にはあの計算する半導体ですね。はい、とえっ、ー、と 忘れてもいい記録捨ててもいい記録と、うん、あとずっと保存しておかないといけない記録っていう3つの半導体が主にこう入っていると、うん、ん,なんかその計算のところで言うと頭の回転が速い子って賢いですよねそうですね、はい、けど記憶力がいい子も賢いですよねそうですね、はい、なのでそういう種類に分けて半導体が入っていると思っていただければいいかなあでもこれあの各国 もちろん半導体のことで揉めたりもしてるじゃないですか。今後やっぱり 厳しくなったりはすするんで今そのデータの時代と言われている中でこのビジネスの中で半導体がすごく鍵を握っていると言われていてて、はい、エネルギーとととかそういういいものとよく似ていると言われているんです、ねうん、で、アメリカと今中国の,、まああの貿易戦争というか行われてますけどここも結構鍵を握っているのが半導体というところになるので、うん、ま,あまず皆さんいろんなところで半導体使われているというのを覚えていただいて、はい、そこがニュースとかに出てきたらあ,あそこにも使われているもんねだからあそこを抑えると。 よ強いよねっていう感じで見ていただくとちょっとわかるかなというところですね。今日基礎編ということで教えていただきましたけども、はい、大丈夫ですか頭から煙出てませんか。いやちょっと難しかったですね。<laughs> はい、でもね CPU と GPU はなるほどなっていう。はい、そうなのであの計算速度と記憶力これ両方上げるとやっぱりパソコン高くなっちゃいますよね。うん、そうなんです、はい、もう全然違いますもんねだそ,、はい、そういうことなんですね。そうなんですだから皆さんの多分今日あの生活している中に。 きっと今触っている中にもあると思うので,、はいうでね、ここにも入ってんだなって思いながら、はい、そうするとニュースが楽しくなるということです、はい、今日はありがとうございました <laughs> 大変でしたねなご紹介するのも、ね、<laughs> ビッグマルシェこのコーナーはあの音声で、えー、YouTube で今お楽しみいただけるようになっていますマルシェ国のホームページにビッグマルシェというバナーがあるのでそこをクリックしていただくと過去のオンエアデータ YouTube にもアップしています Twitter からもね、えー、アクセスできるようになって いますのでぜひチェックしてみてくださいまたニュースピックスアプリで記事を探す場合はカタカナでピックマルシェと検索をしてみてくださいこの時間はニュースピックスの平山さんにお話を伺いしましたありがとうございましたありがとうございました